16枚の写真を用いて、フォトショップで作成した、フォトモンタージュコックピット内、中期中の航空機、空撮された風景写真を合成した、フォトモンタージュフォトモンタージュとは、写真を部分的な要素として引用し平面に切り張りする写真作品や、多重露光などの方法により合成し制作された写真作品。初期には独自の表現運動として存在した。現在では、 写真作品だけでなく、絵画の一部や印刷された活字や文字などの一部を含む場合も、基本的に写真がある程度のボリュームで作品中に含まれていれば、そのように呼ばれる。また、断片的に使われる写真は要素であることが許容されるため、自ら撮影した写真でなく、既存の写真でも構わないとされる。いわば、写真のコラージュであるから、フォトコラージュとも呼ばれる。 合成写真と呼ばれることもある。モンタージュ写真という言葉もあるが、こちらは通常、警察などにより事件の捜索のため、既存の複数の写真を合成し、犯人などに似せて作られた顔写真を意味することが多い。19世紀後期には、すでに写真を切り張りした作品が散見されるが、系統的に創作した表現運動という意味では、1 9十九年の ロシアでマレービチの弟子であるグスタフ・クルーツィスが、ドイツのベルリンではダダに属するジョージ・グロス、ラウル・ハウスマン、ジョン・ハート・フィールドが、それぞれのフォトモンタージュ作品を制作し始めたと言われる。この頃のヨーロッパにおいては、新規な意外性、批判性、幻想性などの表現における観点から、主にダダイズムの作家やシュルレアリズムの作家などが手がけた。1931年には、 ドイツのベルリンで大々的な写真展、フォトモンタージュ展が開催され、バウハウスの芸術からにも影響を与えた。この時代のフォトモンタージュは例外的にロシアにおいて独自の発展を遂げる。ボルシェビッキ革命後は、公正主義が極度に推し進められた生産主義宣言が相次ぎ、芸術からには社会のための芸術、有用性のための芸術が国家より求められた。 1922年にはマヤコフスキーが上記のハートフィールドやグロスの作品を滞在先のドイツで目にし、帰国後に国内のロシア構成主義の芸術からに紹介したことも大きな影響を与えたと言える。先行してフォトモンタージュを手掛けていたグスタフ・クルシスは翌年の1923年にプロパガンダのためのフォトモンタージュ研究所をモスクワに設立。 クルシスは同国における同運動の中心となったこの研究所で視覚言語としてのフォトモンタージュを政治的プロパガンダとして利用するための方法を急速に確立した。結果、フォトモンタージュはソビエトでは政治改革を遂げるための集団的革命、表現運動として捉えられた。フォトモンタージュは現在では単なる美術表現作品である場合も多いが、その羊を見れば、 極めて前衛的な美術表現であり、政治的に応用できる視覚言語としての強度を持っていた。社会批判、政治批判、体制批判、プロパガンダ社会風刺やパロディ等にも用いられ、現在においては広告用の作品などに一般的な手法となっている。フォトモンタージュは、意識的に切り張りや合成であることが、一目瞭然であるようにされている作品がある。一方で、 エアブラシなどを用い、切りりや合成であることが一見わからないようにした作品もあり、その表現には幅がある。近年ではコンピュータにより、実際に撮影された写真と判別がつかぬよう、処理された作品も制作されている。日本において、フォトモンタージュ作品を制作した美術家としては、戦前では、中山岩田、小石清、平井明奈花輪銀割れ、 坂田実、山本勲右、高橋渡、る、大久保義美六、古川成利、永久、長田和長など、戦後では木村つねひさ、1980年、すごい寝るわい前、和木博などがいる。しかし、日本においてはまとまった形で、フォトモンタージュを紹介した展覧会は、まだ少ない。関連性がある、展覧会は次である。フォトモンタージュにおいては、 材料となる写真に存在する権利が問題になることがある。米国においては、米国憲法修正第一条により、制作者の意思が肖像権よりも優先されるとし、2002年4月17日に連邦最高裁によって、コラージュを禁止することはパロディを認めないことであり、思想、言論の自由を犯すものである、著作権法の引用に適合するとの判断が下された。 このため、現在アメリカでは、有名人のみならず政治家などのコラージュが作られている。特に反戦を訴えるアメリカの人々により、アフガン戦争やイラク戦争の際に作成された、ブッシュ大統領とオサマ・ビンラディンやサッター・ム・フセインとの、悲哀シーンなどを、コラージュで作った、反戦目的のものが有名である。日本では、昭和天皇コラージュ訴訟事件の一審判決で、示されたように、 表現の自由による肖像権侵害を無条件に認める考えは少なく、一定の要件を求めることが多い。そのため、アメリカに比べて、表現の自由より肖像権を優先する傾向があるのではという指摘がある。また、作品の著作権侵害問題では、マット・アマノと写真家、白川・義和の間で裁判で争われたパロディ・モンタージュ写真事件などがある。 近年ではフリー写真素材サイトパクタソ上で写真作家の和ズ博が権利関係に問題の生じないオリジナルかつアート性の高いフォトモンタージュ作品を大量にリリースしておりそのフォトモンタージュ作品のみでビジュアルが構成された書籍が講談社から出版されるなど社会的な反響を呼んでいるインターネットでは様々な大衆的フォトモンタージュが多くルフされている その代表的なものにアイドルコラージュがある。その他、笑いを取るためや嫌がらせをするためなど低俗な目的で作成されたものもある。嫌がらせの例としては2003年に日本で作成されて流行した俗にレンコラーと称されるものがある。これはレンの実の凹凸を人体にコラージュして繁盛表現にした画像で自らの体に穴が開いているかのような嫌悪感や 皮膚表面の生理的不快感を催す、いわゆる精神的ブラクラである。最初に投稿された女性の姿にレインの実を合成した画像がリンクを通して電子掲示板に広まり、さらに数多くのアシュや、これに準ずるアスキーアートも作成された。この画像が伝播した韓国では、友人にいたずら半分でメールに添付して送りつけたものが逮捕される騒ぎになった。 また、人によっては、ハニカムや不定形の網目模様を顔部分に貼り付けた、ものでも、同様の生理的拒否反応を起こすことがある。蒸気のような剣を感じる生理反応は、病から身を守るための本能という説もある。鉄道趣味の世界では、画像を加工して実在しない、鉄道車両の画像を作成することがあり、これは俗に、嘘伝と呼ばれている。 この名称はもともと個人向け HP のタイトルであったが HP の運営者が鉄道模型雑誌 RM モデルズで同名の連載を持つようになって以降この名前が一挙に広まった。画像が投稿できる掲示板においてもフォトモンタージュが参見されることがある。ありがとうございます。